ジョベニア対ルーマニアのプレーオフのファーストレグは前半を終了しまして1対1の同点で終わりました。さあ後藤さん、今日のこのゲームなんですけれども、はい、どうでしょう、前半を振り返っていかがですか。全体的にルーマニアペースでルーマニアの攻めの方がはるかに多かったですね、はい、今ここシュート数とかね、コーナーキックの数が全部ルーマニア埋まってますよね、はい、そうですね。ですからこの内容でスロベニアとしては同点で終われたということは良かったんじゃないですか。はい、後半に向けてなんですが、それではまず前半戦を VTR で振り返っていきたいと思います。前半の6分でした。ルーマニア、ドルネル・ムンテンのフリーキック、はい、最初のこの時間帯はね、スロベニアの非常に激しい守備が効いていて、なかなかルーマニアチャンス少ない、フリーキックからのチャンスでしたね、ほとんどね。一方7分です。スロベニア、ノバクからアチモビッチのクロスだったんですが、ロドニアに合わせることができませんでした。ノバクはね、今日の中心ですよね、はい、右サイド。このボールです。頭にはあったんですが、その精度を変えていました、はい、そして前半の19分のルーマニアです。サバウからコントラのクロス。この辺からちょっとね、スロベニアのディフェンスが弱くなってきましたね。イリエがシュートを放ったんですが、ゴールキーパー後半段で前に出てなんとかボールを止めています、はい、個人技でかわされてルーマニアの選手がフリーになってしまう、はい、そういう場面が続いてましたよね。そして25分のルーマニアです。ドルネル・ムンテンのフリーキックにキブがヘディングシュートに放ったんですがダメでした。中盤でボールを奪い返して、ここからですね、ルーマニア、ここでフリーでそのまま簡単に抜かれちゃうんですよね、はい、そうですね。こういうのがこの時間帯良かったですよ。コントラが抜け出して低いボールのクロスに先制点でした。ニクライが合わせて先制点。シュートはね、ちょっと合わせ損なったのかなとすみませんけれども、その前でね、もうコントラがフリーになっているところでも勝負はいいですよね、はい、前半の26分でした。これでルーマニアが1点を先制した形になりました。低いボールだったんですが、よく後方から走り込んできたニクライです。クリーンヒットはしなかったんですが、ゴールキーパーの頭を抜けていきました。これでルーマニアが先制点。そしてスロベニア、前半の40分、機能しなかったカリッチに変えてネスティア・ツェフを入れました。まあ、結果的にはこれが、ね、はい、効きましたよね。そうですね、ここで浮いてますよね、ツェフね、はい、ツェフからのセンターリングにアチモビッチ、これで同点だ。まあ、最後よく短いキック、強いボールを合わせましたよね。中にうまく入ってディフェンスのちょっとマークがつけなかったというところもあるんですが、代わって出場したこのネスティア・ツェフが見事なアシストを決めて同点。これで結局前半を終了しています。結局このスロベニア対ルーマニアのファーストレグは前半VTR をご覧いただきましたように1対1の引き分けで、現在前半を終了してまもなく後半を迎えるということになるんですが、さあ後半に向けてなんですが、両監督どうでしょう。そうですね、ですからスロベニアとしてはディフェンスの仕方をね、どういうふうに統一してくるのかね、はい、その辺でしょうね。ルーマニアとしてはもうこれで今のやり方でね、全く問題ないと思いますよね。それではスロベニアの前半のスタメンのフォーメーションをここでご覧いただきたいと思います。まあ、カリッチのところにネスティア・ツェフが入ったわけですけれども、そうですね、ただツェフはもうちょっと中にアウトサイドの選手じゃないですよね、多分そこの裏のスペースをどうやって使うのか、ちょっと時間があまりなかったんでよく分かりませんでしたけどね。なるほど、どうでしょう、まあ、怪我でザホビッチを欠いてはいますけれども、でもどうですか。それほどね、このチームは誰がいないからどうこう、そういうチームじゃないと思うんですね、先ほどおっしゃってましたね、はい、チームとして出来上がってますね、ただザホビッチのフリーキックは大きな武器ですからね、それがちょっと使えないのは痛いかなと。ネスティア・ツェフもですね、はい、このワールドカップ予選でフリーキックゴール決めてますので、ね、はい、そのあたりも後半戦注目したいところですが、その他に注目の選手という鍵になる選手、後半に向けてなんですか。いや、 やっぱり僕がこのチームはディフェンスが鍵だと思いますよ。なるほど。で、まあ、この3バックですけれども、非常にこう左右に流れるし、ラインを崩して前にも出てくしね、はい、非常によくできたうまいディフェンスなんですけどね。なるほどね。そのディフェンス陣がどう持ちこたえて追加点を取ることができるか、スロベニアです。それでは続きまして、ルーマニアの前半のスタメンのフォーメーションです。
綺麗な、まあ、4-4-2 という形なんですが、アドリアン・ムートが比較的にあの自由にプレーをしてましたね。そうですね、あの前線から最終ラインに戻って守備までしてますね。その代わりキブあたりがどんどん前に上がってきますね、左サイドはね。はい、そして、まあ、コントラが通常ですとこのイェヌクシのポジションに入っているんですが、はい、ハジ監督一列前に持ってきました。そうですね、はい、この辺りいかがですか。でしかもそれがうまく機能して得点になりましたよね。はいはい、そして中盤ドリネル・ムンテアのあたりもよくボールを前線に供給をしていました。 ですからコントラが右サイドでどんどん攻めてきたんでカリッチがうまく機能しなかったんですね、スロベニアとしてはね。はい、さあハジ監督すると後半に向けてですが、このままうまく、まあ、それほど大きく変える必要はないですよね。なるほど。で1対1ですけれども、まあ、アウェーで1点取ったわけですからね、はい、これはこれでもしこのまま終わってもいいわけですからね。なるほど、まあ、そういう意味であえて無理をする必要はないかなと。そうですね、なるほど。スロベニアがどう変えてくるかを見てからですね、動くんだったらね。はい、はい、そのスロベニア対ルーマニアの前半は1対1の同点で45分を終了しています。まもなく後半が始まります。スタッツが出ています。あとはさっきあのハーフタイムの映像でちょっと雪がねだいぶ降り始めたみたいですから、そうですね、その辺の天候気温がどこまで下がってくるのかね。後藤さんもおっしゃってましたが全然プレーがガラッと変わっていくということなんですけどもね。はい、で おそらくスロベニアの選手はそういうコンディション慣れてると思いますよ。はい、ここはあのリブリニア 山の中でね寒いところですからね、もともとね。ルーマニアはやはり国会沿岸の低地の暖かい国ですから、その辺はやはりホーム有利になるでしょうね。なるほど。まあ、そのハジ監督ですが、ようやく選手団が入ってまいりました。2002 FIFA ワールドカッププレーオフのファーストレグ、スロベニア対ルーマニアの一戦は前半を終了して1対1、まもなく後半を迎えます。このゲームの解説はサッカージャーナリストおなじみのヨーロッパもよく取材されています後藤武雄さん、実況担当北川義孝で、まもなく後半戦をお伝えしてまいります。先ほども非常に痛々しそうな流血を見せましたのブグダリッチが頭にぐるっと巻いてテーピングをしてピッチに戻ってまいりました。先ほど前半を終了する時点でかなり雪もちらつき始めたスロベニアリュブリャナにありますスタディオンベジグラード、同点ゴールを決めたアチモビッチ、こちらはルーマニアのサポーターです。ムトゥと今ジャンプをして後半に備えています。まあ、スロベニアというとねイタリアの北東部と国境を接してね、はい、山の中のウィンタースポーツで非常に盛んな国ですよね。はい、まもなく後半に入ります。スロベニア対ルーマニアの2002 FIFA ワールドカッププレーオフのファーストレイン後半を迎えます。後半はエンド変わって左にルーマニア、右から攻めるのがスロベニアということになります。前半を終えて1対1の同点、がっぷり四つに組んで後半の45分をプレーすることになります。ゴールキーパーはシメノビッチ、ステレアです。失礼しました。ネステアセフがチェックに行きます。ハジ監督です。スロベニアは堅実なチームプランを持っている、したがって1人あるいは2人のプレイヤーを失ったことでおそらくドラマを引き起こすことはできなくなっただろうと、こんな風に語っていたルーマニアのハジ監督ですが、一方のカタネツ監督はルーマニアは伝統、それから過去の実績および優れたプレイヤーがいることは分かっているが、我々は組織だってこのゲームをものにしたい、こんな風にコメントを残しています。スロベニアドームのルドニアが少し下がり目で、チェフが前にいますよね、左サイドね。
現在ピッチ上にはアレステフとネスティアツェフのこの2人がプレーしています。そうですね、はい、ネスティアツェフの方が若干前のプレーしているということになります。ルーマニアが中盤でボールを回します。この10番のトップのすぐ後ろにいますよね、はい、アウトサイドミッドフィールダーはヨドンヤになってますね、はい、さあスロベニアが右サイドから攻撃を仕掛けています。バックスタンド側に1人走り込んできた。しかしここは落ち着いてクリアしてコーナーキックのようです。ノバクです。このノバクからの右サイドからの攻撃が前半から非常に目立っています。さあ後半最初のコーナーキックを迎えます。前後半通じて3回目のコーナーキック巻いてきますがゴールキーパーの正面ステレアです。それではスロベニア後半開始のメンバーをご覧いただきましょう。シメウノビッチ、ミリノビッチ、ガリッチ、ブグダリッチ、ノバク、アレッセフ、アチモビッチ、パブリン、ネスティアツェフ、オステルツ、ルドニャということになっています。一方のルーマニアです。前半のメンバーは変わっておりません。そのルーマニアが左サイドからチャンスを迎えてきました。ペナルティーエリアには走り込んでいきますニクラエ。先ほど流血をしましたブグダリッチ、左サイドからルーマニアですがここは落ち着いて前線にボールを供給したスロベニアですが、もう一度ルーマニアボール。キブボールを奪ったのはスロベニア。サバウが激しいチェックに行きました。11番のパブリンです。チームは8月に実は親善試合を行っていまして2対2の引き分けに終わっています。この時はニクラエ、アチモビッチ、モルドバン、ザホビッチとゴールを決めています。まだこの組み合わせが決まる前ですよね、はい、そうでしたね。さあ上がっていくのはコントラ、マークについたのはルドニア、中央から前線の右サイドへ振ってもう一回コントラ、ルドニアがマークにつく。やはりスロベニアディフェンスのやり方変えてますよね。そうですね、引いて、フラインの手前まで引いてチェックって入れてますよね。ハジ監督です。さあルーマニア後半最初のコーナーキック、ここは注意をしたいところ。1対1の同点で5分を回っています。低いボール、ガリッチがクリアです。アチモビッチ同点弾を決めています。ムトが中盤に戻して激しく速いボール回しから縦に入れます。ハーフラインから自陣に、ね、10メートルぐらい入ったところからチェックしていますね、はい、サバウからドルネル・モンテアル、一旦前線のムトに入れてもう一回中盤に戻します。そして前線ニクラエ戻ったところ、ブグダリッチ、ゴールキーパーのシメウノビッチから前線へフィードします。キーブ、サバウ、ガリッチ、激しい空中戦、ミリノビッチ、さあ前線出た。このボールを大切にしたいスロベニア。
オステルツ戻します。ルドニア、ここはボールを奪われました。サバウです。ドルネル・ムンテアル、スロベニアが自陣にさっと戻ってまいりました。陣形を整えて、ここに第一のラインがあって、はい、それからゴール前に第二のラインがあります、ね、はい、ムトゥヒールパスからまだルーメニアボール、もう一度サバウ縦に入れて右サイド走り込んでいきます。イェヌクシが走り込んでいます。さあもう一回中央に戻します。ほんとサバウから、この弱いパスはドルデル・ムンテアルに合いませんでした。さあカウンターアタックに出たいところですが、ここはイェヌクシ、前半のように、ね、高いところで勝負しているとボールを奪ってトップに、ね、はい、ダイレクトプレーでトップに入れればすぐチャンスになりますけど、コントラ、さあ早いリスタートから中央、後半、ね、この辺でボールを取りますから、つな、ね、いで前に一度持ち出さないといけないですよね、はい、スロベニアはね。ただルーマニアの方も、おっと激しいぶつかり合い、おっと2番のコントラとパブリンです。ルーマニアの方もね、迂闊にあんまり前に行くとその裏カウンター狙ってるわけですから、最初に手を出したのはコントラです。そうですね、はい、ここはしかし警告は出されません。今日の主審はデンマークのニールセンさんです。氷点下、おそらく0度は後半に入ってもうさらに寒くなってるでしょう。しかし半袖のニールセンさんです。ルーマニアはディフェンダーミューです。ロングボールを入れてきます。イェヌクシュ、ドルネル・モンテアヌ、ブンデスリーガでプレーしています。ダイレクトプレーから前線にボールを入れたんですが、ここはダメです。ガリッチから前線、オステルツ、ボールを奪われました。キブ、ファーサイドにボールを振りましたがオフサイド。アドリアン・ムトです。ムトもね、はい、ベローナで好調ですよ ね、 そうですね、セリエでプレーをしています。前節のユベントス戦はリードしていたんですが、最後の最後に追いつかれてしまいました。アドリアン・ムトです。比較的オフサイドの後プレーしちゃったんで、はい、OK ですね。そうですね、これでイリエ、それからムトとイエローカードが出ています。ルーマニアです。先制点をヘディングシュートで決めたアチモビッチ、かなり手の先、指先、あるいは鼻先などが冷えてまいりました。かなり気温下がっていると思います、ね、ボールの、ね、弾み方がなんて言うんですかね、重たくなってきたと思います、芝生の上を滑るようにツッツッと、ね、バウンドするんですよね。手元の時計ですでに10分を回っています。依然として1対1の同点です。1万2000人収容のスタディオンベジグラード、スロベニアのリュブリャナにありますが、お客さんは立ち上がっての声援です。今日はたくさんのルーマニアのサポーターも詰めかけています。ルーマニアがこのファーストレグ、セカンドレグ合わせて出場を決めますと、ワールドカップ4大会8回目の出場ということになります。4大会連続8回目の出場なるか。現在は1対1の同点です。さあ左サイドからペナルティエリアに入った、持ち替えて右足からドリブルで果敢に行きますが、ファールはありません。ファールはありません、ね、流しましたニールセンさんです。はい、まあ、あそこでファールもらうのはちょっと無理ですね。そうですね、コントラが仕掛けていきます。また例のように先制点を取ったように右サイドでポーンとボールを出したんですけども、その前にファールがありました。ただ、ね、スロベニアのディフェンスのやり方違ってますから、これでフリーにはならないですね。そうですね、しっかり引いて守ってますからね。先ほどの PK が非常に際どいシーンでしたが、アドリアン・ムート PK にはなりませんでした。
かなり吐く息も白くなってきたスロベニア地方です。ルーマニア、おっと出てしまいました。サバウから折り返したイェヌクシエのボールはタッチライン割っています。キャプテンのポペスク、コントラ、イェヌクシヘディングでつなぎます。いい形で前線にボールが出ました。アドリアン・ムトが仕掛けていきますが、このボールクリアです。ノバクです。久しぶりにスロベニアが攻め込んでね、ディフェンスラインの裏に大きなスペースがありますよね。そこをうまく狙って走ったんですけれども、ディフェンスラインが最終的には頑張りました。後半ルーマニアは2回目のコーナーキックを迎えました。さあここは絶対にマークを外したくないスロベニア。ネスティアツェフ、前線ボールをクリアしたんですが、そのボールにシュートに行きました。サバウです。ボールは生きていますが、懸命に追っていきます。しかしたゴールラインを割っています。かなり両チームの選手がエキサイトしていますが、今みたいな長いボールですよね。あれもね、芝生の状態が良ければ止まるかもしれないんですけど、気温が低くなってくるとスーッと流れちゃうんですよね。フグダリッチが出血してますね。相当深く切ったということでしょうか。ハーフタイムにね、もう一度次をし直したと思いますからね、はい、今度は手前からのコーナーキック、ファーサイドへ振ります。折り返してイボリが出た。ここはスロベニアクリアです。こういうヒヤッとするシーンですね。出血をしているブグダリッチ、ノバクから前線にボールを入れてアチモビッチ、ルーマニアサバウ、中盤から最終ラインに戻してイェヌクシ、キーパーはステレア。スロベニアの方は両アウトサイドも引いてね、ディフェンスに入った局面ではね、5人の最終ライン、その前に、はい、トップのステルツを除く4人がラインを作ってますね。トライアングルでボールを回しました。サバウ、コントラ、抜け出したコントラ、1対1から中に入ってきた。中央にボールを出してミドルシュートに行く。引きつけたのはコントラで、うまくドリネル・ムンティアヌがフリーでシュートを放っていったんですが、そうですね、ちょっと簡単にね、コントラをドリブルで抜けちゃいましたね。ちょっとディフェンスラインが下がりすぎましたか、今のシーン。ルドニアがついてるはずだったんですが、そこが簡単に、1対1で簡単に抜かれちゃったってことですね。だんだんと、ちょうどこのままだとね、もう一度ピッチ、いけないかもしれませんね。基本的には止血してからでないとピッチに入ることはできません。イェヌクシ、戻します。サバー、ドルネル・ムンティアヌから最終ラインへ、ミューです。トップは一人ですよね、完全に、はい、オーステルツがワントップで張っています。ノバク、その出血しているブグダリッチ、ポペスク、イタリアはセリア、レッチェでプレーしています。右サイドへ振りますが、ここはミリノビッチ、ネスティアツェフ、
ネスティアチェフとかね、それからミサイルのノバ、この辺が重要ですよね。ディフェンスラインでボールを奪った後つなげませんからね、今ね、はい、それつなぐにはやっぱり一度アウトサイドに出してそこで時間作らないといけませんね。非常に痛々しいブグダリッチです。シャクタールドネツクでプレーしています。どうしてもね、額ですからね、ヘディングすると、どん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 出てきますよね。ハジ監督です。まあ、現地の報道によるとハジ監督がまたプレイヤーとして戻ってくるのではないかというような報道もあったようですが、本人はそれを完全に否定しました。まあ、今のルーマニアチーム必要ないと思いますけどね。はい、むしろ監督として経験を積んでいった方がいいというような感じだと思いますが、いや、監督としていいチーム作ったと思いますよ。あ、そうですか。まだ数試合ですけれど、はい、そうですか、なるほど。あの選手のね、ルーマニアのサッカーの特徴を非常に生かしてね、まあ、自分自身そういうサッカーしてたわけですから、非常にトップの選手のね、コンビネーションがいいですよ。ここにね、例えばモルドガンとかね、なるほど、ありますからね。はい、ネスティアチェフがヘディングでつなぎますが、オステルツには合いません。ドルネル・ムンテアヌキープ、ドルネル・ムンテアヌに戻します。最終ラインをミュー、そしてキブです。ドルネル・ムンテアヌ、キブ、ルーマニアが中盤から最終ラインで回していきます。ミューに戻したんですが、それが合わずにステレア、ゴールキーパーです。そしてミュー、今 53% で出ました。これはまあ多分前後半通算ですよ ね、 すね、はい、後半だともっと差あるんじゃないですか。そうですね。ドルネル・ムンテアヌがショートパスを受けてサイドチェンジ、イエヌクシ、ポペスク、キャプテンです。ドルネル・ムンテアヌ、ポペスク、この辺まではね、もうステルツ、ステルツですね。はい、もうディフェンスは陣形を整えています、スロベニアです。前線にここで入れました。ここはしっかりとディフェンスしています、スロベニアです。この後ボールを取った後どう攻めにつなぐかですよね、ポイントはね。さあ、スロベニア、ネスティアツェフ、オーステルツへつなぎます。オーステルツ、ボールがつきませんでした。ドルネル・ムンテアヌ、手前にいるのはサバウ、そしてイェヌクシ、戻してポペスク、なかなか前線にやはり陣形が映像で確認できないんですけど、はい、おそらくフラットにしっかりと、これぐらい時間かかってはね、はい、完全にもうマークついてますからね。なかなか崩しも大変ですよね、はい、しっかりとマークについています。ネスティアツェフが戻りました。ただスロベニアとしてはホームゲームですからね、はい、1対1ではなくて、ね、勝ちたいところですよね。ですからまたどっかの時点でやり方を変えてくるかもしれませんよね、はい、今の選手交代1人ありますよね。手元の時計で後半20分を回りました。1対1の同点です。26分にルーマニアが先制、ニクライのゴール、そして前半の終了間際42分にアチモビッチのヘディングシュートで同点。後方からスライディングに行ったこの11番はパブリンです。このパブリンは FC ポルトでプレーしています。アチモビッチに代わってパブロビッチが入ります。17番のパブロビッチが入りました。ポペスクが前線にボールを送りますが、このボールサバウが追っていきましたがクリアです。ガリッチ、白い手袋をはめていますがガリッチ、さあチャンスを迎えた。ムトゥが右に流れています。ミリノビッチ、イェヌクシ、クロスを入れます。中に入ってきた。いや、今のところね、引いてディフェンスしてますから決定的なピンチはないですけど、はい、ただ
取ったボールつなげませんからね、ずっと。